こんにちは、皆さん。今回は、またフロンティアハンターです。第14かな。先月のフロンティアハンターで、ちょっとね、最後の日に、なんか俺が、ちょっとね、忘れちゃったんですよ。マジで、本当に。で、朝起きたらさ、ランク500ぐらい。でさ、金が好きなかったんです。2時間が終わる前に。なんか気づいたら、ランク1200ぐらいかな。で、そこで、まあ何度かね、全力で、なんかずっとやってても、なんか間に合わなかったんです。1070ぐらいで終わっちゃったんです、フロンティアハンター。いや、だからさ、ハンターランク4だけ、上がったんです。先月のフロンティアハンターから。いや、ちょっと残念なことですね。だから、今回の、補修はこれです。ハンターランク41はEriole。で、俺は、ハンターランクプラス5、ゲットしても、いや、ハンターランク40まで、いけるんです。ちょうど3年なことだけど、まあいいか。頑張っちゃいます。今回も。まあ、それだけです。補習のことは、まあいいか、やっちゃいましょう。はい。極地。いきます。このパーティーで行きたいと思います。ロセッタ、フィラロセ。シェラ。スティア。シーダ。ウィークネス、グラデンス、もういいか。行きましょう。まあ、中身はまだ全然わかんないんです。初挑戦です、これは。これどうする？もう最初からやっちゃいましょうか。これでいいかな。はい、これで行きましょう。いや、サンサンは意外と硬いんです。いいか。これで、よいしょか。OK。3段切る狙いです。じゃあ、これ、行きましょう。3段切りです。で、マルチキルです。スコアは？悪くない。うわぁ。行きましょう。敵みたいか。やばいな。簡単に切る狙いです。
まあ、ニータンで殺せるけど、3ターンキルで行きたいと思います。まあ、どうせニータンキルで3ターンキルは、うん。点数はそんなに変わらないんです。っていうかさ、3ターンキルの方が高いかな。スコアは。スコアは悪くない。うわ、敵4体です。なし。もうちょっとでワンタン切る。やばい。威力が。やりすぎたかな。いいよ、2タン切るで。まあ、3タン切るにはちょっと無理です。5セットのスパフダメージや無理だスキルは。結果的にというかさ、強すぎ。ゾンビアンダで。はい、スコアは悪くないかな。悪くない。悪くないです。マジ。一人だけかよ。はい、だんだんキルできると思います。まあ、キラレンスフレンドだからそんなに高くないんですね。ケイセーブ。これぐらいです。滝みたいかな。よっ。来ますか。どうやら。どうやら今、3点取りできるのかな。できるかな。はい、3段切るで。オッケー。はい、来ます。3段切るです。オーケー。スコアはどこまでいけるのかな。悪くない。っていうか、結構低いんですね、スコアは。え？ティアですか？
怪しいんです。なんで彼女がそこにいるんですかね。なんか何かを召喚するのか。ミスルミなんですかね。いや、やっぱり。来た。二人だけ？二人だけですね。いや、意外と弱いんだ。テルネウスよ。やれな、マルチキルは。いや、また来ますね。やばいな、これ。マルチキルできるのかな？マルチキルです。いや、でも4段ですね。3段じゃなくて。いや、まだ大丈夫かな。まあ、スコアはちょっと悪くないかも。160ぐらいかな。160万ぐらい。多分。大丈夫かな。これぐらいで。じゃあ、報酬は全部取れたんですね、これで。ラストブロック。はい。テラジネレーターです。オッケー。はい。またオルトリゴンです。いやー、もう。プレスクリーンの時代なんだけどさ。もういいか。先生頑張ってみましょう。今回のフロンティアハンターでもさ。まあ、それだけです。あれは今回のフロンティアハンターでした。まあ、ご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバーイ。アニマパンチ。